こんにちは、たけチャンネルです、今回はですね、こちら、アシェットの週刊ランボルギーニ三浦を作るこちらの54号が届きましたので、こちらの作業をやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。では54号の作業をやっていきましょう。54号は、リアウィンドウを組み立てるっていうことで、入ってる部品的にはこのバッテリーの部品が入ってるんですけど、今回これは使いません、はい、なので、これは避けといて、今回やっていくのは前回53号についてたこのリアウィンドウの組み立てをやっていきます、はい、というわけで、その前にまず、このパーツを出してきてですね、このパーツを出してきて、ここのネジ穴を隠すシールを貼ってあげます。これもね、前回の号についてたやつになるんですけど、このシールですね、このシールを使って、ここのネジ穴を隠していきます。まあ、このぐらい先週やったらよかったんじゃないのっていう気もせんでもないけど、まあいいでしょう。感じでね、ただあの内装の色にこのシールの色を合わせてくれてるので、ね、上に貼ってあげてネジ穴を隠してあげます。こういう感じで隠してあげると。そしたらこれはこれで OK で、次に、このリアウィンドウのフレームと、リアウィンドウで、あとこの両面テープですねを使っていくんですけど、これ両面テープはこれ予備でついてるのかな、多分ね、はい、なので、これを貼っていきましょう。で、どっちに貼るのかな、これがちょっとね、このフレームもリアウィンドウも少しこう湾曲してるんですよね。湾曲してるので、それが合うように取り付ける形なんで、この一段下がってる方ですね、一段下がってる方に、つけていってあげます。なのでまずは両面テープを貼っていく。この両面テープ、2本だけ曲がってる両面テープがあるので、それがね、ここの左右のところに来る感じですね。で、ここに、あと結構ね、細い場所に貼るんで、ピンセットがあった方が多分作業はしやすいと思いますね。こうやって貼っていってあげます。で、左右にこの曲がってるやつを貼って貼ってあげたら、この上下にこの曲がってないやつを3枚ずつ貼ってあげる。こういうの両面テープで大丈夫かってね、思う人結構いるんですけど、意外と両面テープってね、しっかりくっつくんでね、ガレージキットとかプラモデルとかでも窓の固定両面テープでやるって人いるぐらいなんで、意外と大丈夫です、ね、貼ってあげる。で、この窓の方なんですけど、ちゃんと黒セラーが塗装されてるんで、窓の、ね、黒枠が塗装されてあるんで、ここの両面テープの跡っていうのは貼った跡はもう見えなくなるんでね、そこは大丈夫だと思います。
まあ、はみ出さないようにだけね気をつけながら。貼ってあげたらこの剥離紙をね剥がしていきます。両面テープの一番嫌いなのはこの剥離紙を剥がす作業だったりしますね。なかなか剥がれない両面テープはね本当に剥がれないんですよね、この剥離紙がね。でも全然剥がれなくてイライラすることがよくある。で剥離紙を剥がしてあげたらこれを貼ってあげるんですけど、これ表面にね保護フィルムが貼ってあるんで必ずねその保護フィルムを剥がしてから貼るようにしてあげましょう。ね、ピローッと剥がしてあげて、で、このね向き間違えないように曲がってる方がここに来るようにして位置を合わせて貼っていくと、こういう形で、ね、貼ってしっかりと押さえて固定してあげます。よいしょ。でつけれたらこっち側の表面の方も剥離紙が貼ってある、あの保護フィルムが貼ってあるので剥がしてあげるんですが、ちょっとくぼんでるから剥がしにくい。よいしょ、よいしょ、ペローっと剥がしてあげたらこれでね、リアウィンドウの取り付け、組み立てが完成になります。はい、これで一応今回の作業は終了になります。で次の55号なんですけど、55号ではリアウィンドウを取り付けるということで、入ってくる部品自体はねちょっとリアウィンドウとは関係ない部品、フロントフレームカバーとステアリングシャフトって感じなんで、ちょっとこれがねどこにつくんか分かんないですけどね、これがつく形にはなるんですが、作業自体は多分これを前回のあのフレームに取り付けていくっていう感じになって、フレームか、コックピットなどのシートの後ろのところに取り付けていくって形になると思いますんで、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。